違うからな。じゃあもう今ね、もう今入ってますね。お米入ってて、はい、入ってます。で、何してんだろうと思ったで、これね、今更の後日談なんだけど、これ何だと思う？塩です。塩水いっぱいってトミーに言ったのに、塩いっぱいに置いてたの。マジで食べてる。あいつ。いいですよ。いいですよ。マジでつらい。怖かった。やめた方がよかったよな、こんな。いやもう、怖すぎですよ。やってることが。なあ。うん。なんか映ってたりして、ほんとに。全然ありますから、ね、全然あり得るんすか。こういうのって気づかなかったけど動画には残ってた。いやかもしれない。普通にバイクとかの音の方がいいのよ。バイクだなって。幽霊バイク乗らないじゃん絶対。ブーンって言ってんの全然怖くないんだけど、ピチャピチャとか言うのがめっちゃ怖い。いやいや、まあそう、笑い事じゃないですけど、笑い事じゃない、本当に怖い、本当に怖い。ちょっとまあいいや、ちゃんとしよう。で、疲れた。佐々木も来た。絶対バンドやったのスティックな、なんでさスティック太鼓なの、なに、なにバチ、なに、でもガチでやってんな。そう、はい、パンティア、パンティアとトイシ、佐々木、佐々木。え、カンティアのカンタ、カンティアのカンタ、俺俺俺カンティアの、え、結構だってさ、うん、曲とかさ、うん、なんか最近やってんじゃないかなって思わなかった。いや、そんな思わなかったな。うん、お前なんだ、お前な、カンティアなんだ。佐々木カンティアのベース、カンティアのベースのどう、佐々木。台本読んでんな。トヨシ、ドラムとか、ドラムとかって小太鼓とか。ねえ、違う違う、俺も入って、はい、入ってくれみたいな。一緒にやろう、やりましょう。ね、バンドの中では俺もお前後輩って、ハイの音だったら後輩って、なんなんで。やりますか。いや、いいよ。